大先生、内装見ていきます。まずは運転席ドアトリムです。中期モデルなのでツイーターがついてますね。で、ちっちゃいですけどドアポケットもついております。こんな感じになってますね。で、スカフプレートの方も綺麗な感じで、フロアマットは社外品が入ってますね。こんな感じで、これなんだろう、よいしょ、お、ああ、こっちに繋がってるんですね。あ、これか。多分このミラー、デジタルミラーになってるんですけど、このあれですね、シガーのコードがここを伝ってきてる感じですね。で、シートはですね、これまたレアな無限のフルバケットシート、レカロの RSW ベースですね。で、助手席側がですね、純正なんですけども、まあ、若干ちょっとシミがあるかなっていうぐらいで、この辺もまあそんなに気になるような感じじゃないですね。で、ステアリングは、擦れてるところはなく、綺麗な状態。で、ダッシュボード上です。乗り跡とかも特にないですね。傷もなく綺麗な感じで、S2020 周年記念のオーディオリッド変わっております。純正 CD-MD デッキですね。で、シフトナブは無限の、カーボン製に変わってる感じで、ここら辺のパネル類なんかもね、結構綺麗ですね。こんな感じ、よいしょ。で、 ETC 車載機がグローボックスの中に入っております。で、まあこのエアコン周りのパネル類とかオーディオ周りのパネル類、あれもね、綺麗な感じですね。では、ちょっとエンジンかけてみましょう。かかりはね、全然スムーズですね。吹き上がりもね、いい感じですね。で、ちなみにミラーがですね、こんな感じでデジタルの、ミラーになっております。ドラレコ兼用な感じなのかな。今、録画マークがありましたからね。はい、よいしょ。ではトランクを見てみましょう。ギャザーズの CD チェンジャーですね。よいしょ、すいません。これはね、結構ね、トラブル多いので、正直ね、取っちゃった方がいいかなっていう感じなパーツです。で、減衰力調整のダイヤル、ここにね、ビュッと伸びてきてますね。あとはまあ車載工具系はこんな感じで、入ってる感じですね。続いて、助手席側のドアトリム、綺麗ですね。で、スカフプレートの方も特に気になるような感じのところもなく、こんな感じになってます。ちなみにこうフロアマットは ASM ってさっき運転席側の方に、よいしょ、書いてあった。あ、そうですね、これですね、 ASM のマットですね。はい、こんな感じの、内装になっております。はい、以上です。